仕方ないだろ、他に行くところないんだから。ですが、もしソミヤがよからぬ方向に話をねじ曲げていたら、死刑かな。死刑なの？ティアは死にたくないです。うちも嫌や。わめくな。だってじゃない。だいたいソミヤがどんな報告をしてるかなんてわからないじゃないか。ひょっとしたら報告してない可能性も。あ、そっか。心配して損したわ。損したって あんたたちね。だって喧嘩したなんて言えるわけないじゃん。そうやんな。そんなことしたら怒られるだけやもん。だから事実をねじ曲げて報告されたら。だって私たち何にも悪いことしてないじゃん。ティアはいい子です。もういい。気落ちしないでくださいね。ありがとうシルエラさん。分かってくれるのはシルエラさんだけよ。とにかく隊長、立ち直り早いですわ。石膏くらいは出して様子を探った方がいいと思いますが。その必要はない。どうしてですか？身を守るための手段は取っておいた方が。もしも捕まえる用意をされてたとしてどうすんの？逃げ出すのか？それは。それに石膏なんか出したら余計に疑われるだけだろ。確かに。ここは運を天に任せるしか。伏せなさい。え、伏兵ヒューポンのアホ囲まれてもうだやんか。アホって。隊長どうすんの？このままじゃ。あ、何か思いついたんですか？うん、一つ。何ですの？早く追いなさいな。いいやつほど早く死ぬって言葉があったな。こんな時にとんでもない例えを持ってこないでください。慌てるなよ。まさかいきなり殺すわけ。相変わらず笑える連中だね。あ、ソミヤさん結構やばいかもしんない。どうしたのさ、さっさと逃げなよ。もっともこの方位から逃げ出せたらの話だけどね。どういうつもりですか？いきなり弓を追いかけてくるなんて。どういうも何もないだろう。反逆者は即処刑されても文句は言えないんだよ。それにしたってちゃんと取り調べを行うのが筋というものじゃないですか。顔に似合わず気が強いんだね。でもそれもいつまでもかな。え、戦軍突入せよ。嘘でしょ。マジでやったよ。ユイ様、応戦しろ。行くぞ。ユイ様、見ててくださいね。
の番ですわ。とどめですわ。行くぞ。やっと私の番ですわ。やっと私の番ですわ。行くぞ。
行くよ。行くぞ。なかなかやるじゃん。ですわ。Come on.
行くぞ。とどめですわ。手ごわい。ひるむな。敵は少数だ。このまま押せば。貴様ら、やめんか。タルギスタ様。助かった。これはどういうことだ。説明しろ、ソミア。説明しろって、あたいはただ反逆者を。誰が攻撃を加えろと言った。貴様に兵を貸しはしたが、指揮権は与えておらんぞ。だけどこいつらは。罪を犯したかどうかは調べねばわからん。それまでは手出しならん。何か不満があるのか。別に、ただお偉い騎士様相手だと対応が違うと思っただけさ。なんだと。行くよ。敵部隊の殲滅に入ろうとした第8星部隊の前に立ちふさがり、妨害するだけではなく応戦に及んだ。この報告に間違いはないのだな。はい。理由は？成り行きです。成り行きだと。はい。詳しく説明しろ。第8星部隊の到着に先立ち、我が隊は敵指揮官と接触を取りました。接触？その際、敵指揮官より投降の申し出があり、我が隊はそれを受諾。第8星部隊との交戦はその事後処理中の出来事でありました。その件に偽りはないのだな。はい。我が隊はその旨を第8星部隊指揮官ソミア・アルスタに伝達いたしましたが、第8星部隊は勧告を無視。一度降伏を受諾した者を攻撃しては我が軍の威信に傷がつき、また事実か、ソミア。確かに降伏の報を受けていたことも事実なのだな。
ああ、確かにそんな報告は受けたけどさ、それが…わかった。ヒューイ・エルザード。は。軍内に無用の混乱を招いた罪で、3日間の謹慎を命じる。は。第七西部隊各員の罪は不問。ヒューイ・エルザードの謹慎中の指揮権はシルエラ・プリスナーに移譲する。以上だ。ご配慮、感謝します。ちょっと待ちなよ。なんだ。こいつらは味方を攻撃したんだ。その罪がたった3日の謹慎で終わりなわけ？それが不満か。はあ、不満だよ。それじゃあたいやあたいの部下たちの立場はどうなのさ。もっと厳罰を。黙れ。お主はヒューイに感謝しこそすれ、非難できる立場ではないのだ。感謝しろだって？そうだ。報復を申し出た者を斬るなど指導に外れる者、それをヒューイは制止してくれたのだ、うん、ヒューイが止めてなければ、お主は今頃取り返しのつかぬ罪を犯すところだったのだぞ。罪だと？そうだ。ふざけんじゃないよ。ん？殺してこいって命令したのはあんただろ。それを殺して何が悪いってのさ。時と場合というものがあるのだ。ただ闇雲に殺せばよいというものではない。時と場合？たとえ敵であろうとも、礼には礼をもって応じる。それが指導というものだ。とはいえ、お主には理解できるはずもあるまい。何？所詮忍びの子は忍び、我らのようには生きられぬ。取り消せ。なんだと？今の言葉、取り消せって言ってんだよ。ソミア、話せヒューイ。あたいはうう話せって言ってんだよ。牙を向き寄って。犬だと？所詮貴様ら忍びは犬であろうが。貴様、飼われているのならそれらしくおとなしくしておけ。そうすれば小屋くらい与えてやる。黙れ。まだ吠えるか。少しは父を見習うのだな。ソミア、どこを触っている？あ、悪い。分かったら話せ。ああ。おい、どこへ行くんだ？部屋へ戻る。では予定よりも遅れるかもしれぬのか。ですが、残された問題点は微々たるもの。それほど時間はかからないかと。わかった。都よりはるばるご苦労であった。今日は下がって休むがよい。はあ。どうした？いえ、どうもお疲れのご様子ですので。何？少しな。なるほど、そのようなことも、私も少し言い過ぎたかもしれん。気になさることはないでしょう。ハルギスタン殿のおっしゃったことに間違いはありませんから。そもそもあれの父を正規軍に編入したことが間違いだったのです。やはり特例など認めるものでは。だが、それに見合うだけの働きはしてくれた。だからといって娘までその職に就かせたのは間違いでは。やはり今からでも元に戻して。それはできぬ。なぜでございますか？結局あれの父には報いてやることはできなかった。せめてその子くらいは面倒を見てやらねばな。
無駄な騒動を招き入れるだけだと思います。心配する必要はないだろう。彼の教育はヒューイに任せているのでな。それは人選を間違っているのでは。いや、それでいいのだ。まあ、軍務総裁殿がおっしゃるのでしたらそれでよいのでしょうが。随分とトゲのある言い方だな。別に他意はありませんよ。私なら当の昔にあのようなものは排除しているということです。軍の威信に関わりますからな。よくお考えになられた方がよろしいか。では失礼します。威信か。リード、しっかりしろ。リード、することはない。もう間もなく落ちよう。相変わらず嘘。俺だです。嘘ではない。すぐに。お忘れですか。あなた様とはもう名護ございます。すまぬ、我が軍はすでに敗走を。さようですか、トルギスタン様。なんだ。娘にこれを。ペンダント。ソミエのこと。バカなことを言うな。自分で届ければよいであろうが。あの子にはせめて人らしい。リード。リード。私には守らねばならぬ約束があるのだ。お呼びですか。ソミヤを呼べ。は？昼間は少し言い過ぎたのでな。は。もうすぐだ。もうすぐこの戦も終わる。その時こそこれを。何事だ。あんたが悪いんだよ。開いてるよ。